戦乱の炎が消えつつあった頃、お国の胸中には別の炎が燃え盛っていた。肝心に対する熱き思いである。彼女は協力を申し出た毛角と石川五右衛門を連れ、肝心の旅へと出発する。この城の警備を頼まれちゃいるが、飢えた俺は誰にも頼らないぜ。身も心も疲れちまった。
この仕事降りるぜ。マオイチ、ここにはおった。いや、治安が悪いんじゃん。途中でやめるなんて普通になしじゃぞ。やっと邪魔者がいなくなったぜ。金をやめろ。ありがとうごぜますだ。これはわずかですがお礼です。受け取ってください。私の邪魔をするんじゃねえ。うせだ。ありがとうごぜますだ。これはわずかですがお礼です。受け取ってください。そういえば後ろにはお宝があるって噂でした。ちょちょ見逃せねえぜ。城の守りは固いですが、南の城壁は補修中ですだ。ありがとうよ。さあ、お宝めがけて真っ白に。はい。我らも手柄を立てるのだ。踊るものしこちょ、見せてやる。お宝、お宝どこかいなって。ここだ。お宝の匂いがしてきたぜ。何もねえよりはいいじゃねえか。なあ。